2012年アメリカ合衆国大統領選挙、オーストラリア2011年国勢調査調べによる成功会比率階級区分図は主題図の一種であり、国民所得や人口密度など統計数値に合わせて色調を塗り分けた地図である。地域ごとに数値を比較しかしかする際に利用する。特殊な例として統計数値の比率を地域ごとの高さで表現するプリズムマップがある。 マサチューセッツ州ボストンにおいて、左が人口を、右が人口密度を示す。階級区分図は、国境や行政区など、調査区域が明確であり、統計数値ごとに色調が異なっていることから、統治線図と対照的である。地域ごとの違いが明確に可視化できることから、選挙の際に利用されることが多い。空間的に広域なデータの例としては人口などが挙げられる。 イギリスの人口は約6000万人だが、正確に領域を2分しても一方に3000万人がいるとは断定できない。空間的に集約なデータの例としては、比率や密度などが挙げられる。これらは対象地域内の平均値を示している。その他加工データを可視化する際に見られる。誤りとしては、地図の描画よりも、各区画に色をありふる際に多く見られる。 元来人の目は対象の色と大きさを関連付けており、面積に応じた色を割り振るという問題がある。渦の丸部分を比較してほしい。定量的なデータを地図化する際は、個別の連続色を値を正確に表現するために使用すべきである。地図制作者が使用する色層には異なる種類が存在する。以下はロビンソンによる詳細な説明を挙げる。 単色相相極色相混色小スペクトル編、色素スペクトル色相色落ち経過蒸気の方法を使用する際、二つの重要な原則がある。濃色には高い値を割り振ることと、数百万もの色の違いがある一方で、人間の目は色の区別する能力が制限されていることである。一般的には七色の分類が推奨されており、閲覧者が簡単に色相を識別し、 地図上の判例と称号できることが望ましい。その他の留意事項としては、色覚異常者への配慮や複製のしやすさが挙げられる。例えば、蒸気の赤と緑を用いた双極色相図は推奨されない場合がある。関連する問題として、白黒で描画した場合は読みやすく、問題ないが、HSV 色空間や HLS 色空間の核色相を モノクロベースの機械などで複写する場合、色相の判別がしにくく、読みにくくなる可能性がある。色を用いることにより、地図の提供元の意図を閲覧者によりよく伝えることができるが、配色次第では逆効果になる。時には単純さが一番なこともある。ありがとうございます。